清水和夫は日本のギタリスト、作曲家、編曲家、サウンドプロデューサーである。オフィスマキノに所属している。東京都出身。中学の頃ベースを手にザ・ビートルズ等のコピーバンドを始めるが、クイーン、キス、エロー・スミスなどの影響で高校からギターに転校。三大ギタリストをはじめザ・ビートルズ、クイーン、サンタナ、ディープ・パープル。 ゲイリー・ムーアなどのロック、そしてイエスやキング・クリムゾンなどのプログレに魅了され、ロックスターを夢見て、ひたすらギターひたりの日々を過ごす。クロスオーバーブームが到来し、フュージョン、ジャズ、映画音楽などにも大きく影響を受ける。1985年、ザ・チューブのサポートギタリストとして参加し、本格的にプロギタリストの活動を始める。その後、 数多くのアーティストのレコーディングやツアーに参加する。2000年プルーブレコーズよりプライムタイム CD をリリース。2001年より絵や風景が見えるような音楽を作りたいとの思いから演劇、舞台などの音楽制作をはじめ活動の場を広げ演劇集団キャラメルボックス、巻の望み作品などの音楽制作多数。現在に至る雑誌。ありがとうございます。